FC スポーツサキュバルコレこのラインめっちゃしたいものがありますので、こちらはですね、はい、皆さんこんにちは、ロータス名古屋西ウィングオートの水戸です。いつもですねご覧いただきまして本当にありがとうございます。今日はですねいよいよね当社でロータス駅最後のラスト1台になりました。もう本当新車で、ね、本当これが最後の最後の1台になりましたので、今日はそのね XCG、スポーツ390ファイナルエディション、こちらをですねじっくり紹介したいなと思います。はい、XC390 ファイナルエディション、こちらはですね XC スポーツ350のですね、後継モデルとなってまして、まあ390っていう感じですね、もちろんエンジンのパワーがですね、まあ300、400馬力ね、なってたりとか、あといろんなね装備がついたり良くなってですね、デビューしたモデルに、なっておりますので、まずはですね、こちらのホイールですね、通常はですね鋳造のホイールがつくんですけれども、ファイナルは、単造ホイールがね、ついていきます。標準は、まあ、アンサーガンメタ系なんですけれども、アップグレードして、マットブラックにですねこちらは変わっております。はい、そしてこちらのですね、デカールですよね、スポーツ390ファイナルエディション、もうねパッと見てわかりますよね、もう特別感が出てます。はい、フロントリップはですねこの390はなんとカーボンのですねリップがついてくるので、まあ、第一印象ですね、前から見たらこれすごくねカーボンが入ってグッとかっこよくね、映ってきます。はい、そしてですねブラックパック、フロントのアクセスパネル、そしてですねウルフですね、であとこういったミラーのキャップもそうですし、サイドのねこういったダクトからこういった部分がですねマットブラックになっていますので、まあイエローのねボディカラーとこのマットブラックがね入ってですね、すごく引き締まってね、かっこよくいかついね仕様にね見えると思います。はい、次はですねリアになります。リアもですねブラックパックが入ってますので、こういったね、ウィングからですねリアのこのトランスファンパネル、この部分がブラックになったり、下のディフューザーですねの部分も、ブラックになってきています。はい、ここにもですねエキシーティスポーツサンキューバルアピールしてますよね、憎いですよね。はい、そしてですねテール周りですけれども、今までのエキシーティスポーツ350では、まあ、テールがですね、まあ、2灯といってね赤いランプを2つつくんですけれども、この390はですね、まあ、1灯タイプに変わってくるので、もう後ろからのねスタイルがまたまたねちょっと変わってきますよね。でさらにこちらですね、バックセンサーがこちらついてきますので、まあ、正直 XCG、まあ、後方視界悪いのでセンサーがあるだけでもねすごく安心してですねドライブがね楽しめるかなと思います。はい、いよいよですね XC390 のエンジンルームをね紹介したいと思いますので、ドーン。はい、こちらのエンジンはですねトヨタ製の、2GR3.5リッター V6 エンジンですね、スーパーチャージャーを搭載してます。350との違いはですね、まあ、エンジンは一緒なんですけれども、水冷式のねインタークーラーが備わっております。でパワーの方は、402馬力ありますので、だから350からはね50馬力以上上がってます。で、まあ、最高出力だけじゃなくてトルクの方もですね 42.8km あります。車重が 1138km あって、で最高速度はなんとね 277km まで、だから富士スピードウェイの直線なんか走ったら多分めちゃくちゃ速いしめちゃくちゃ気持ちいいと思います。でなおかつ0100は 3.8 秒なんで、もうほんとね驚異の走りです。はい、あとですね XCG のねもうたまんないポイントがあるんで、もうちょっと僕の目線でね少し紹介したいと思います。もうこのね後ろここからグーッときてフェンダーが広がって、このねこのラインこれねたまらなくねエロくてかっこいいです。はい、次はですね内装をね紹介したいなと思います。390ファイナルはですね、インテリアカラーパックというオプションをね、入れてますので、まあ、こういったねエアコンのスイッチ周りとかですね、こういうシフトのゲート周り、まあ、この辺りをですね、ボディ同色のですねソリッドイエローに、合わせております。であとシフトですね、これもう今むき出しになってるんですけど、エクスポーズドギアシフトメカニズムといって、かなりねこのシフトショートストロークで、本当にねシフトがババーンと決まるとめちゃくちゃ気持ちいいフィーリングなので、まあ、ここもね、まあ途中のモデルから変わってるんですけれども、やっぱりこういったね、楽しいところかなと思います。はい、そしてですねこのハンドルですね、従来のモデルからはですね少し径が太くなって、でデザインがね
こちらがねフラットボトムといってね下側がね平らになってますので、まああのデザインもそうなんですけれども、まあ、よりですね、まあ、乗り降りとかもねしやすくなっているハンドルになっております。はい、そしてですね3905でなんといっても僕のメーターですよね、TFT の液晶のですねカラーメーターがつきますので、あのすごくね、レーシーですし、あの人気のね、ポイントかと思います。で今これねアナログ調でタコメーター出てますけれども、実はこれですねあの設定でですねいろいろ変更ができます。今実はオートにしてあるのでノーマルモードではこのアナログ系で、でここでスポーツモード切り替えしますね。そうするとはい、もうよりねあのレーシーに横向きにですね、タコが動く、そういったね、メーターに切り替えが、できます。はい、そしてシートです。シートもですねインテリアカラーパックが入ってますので、このベルトループの部分がですね、ボディ同色のイエローになっているのと、あとこういうねロータスの刺繍とかですね、まあ、そういうところのね演出がすごくね、楽しいですよね。はい、さあいよいよですね XCG390 ファイナルのちょっとエンジンをねかけてみてどんな音がするのかですね聞いてほしいなと思います。皆さんに、ね、お見せしたいものがありますのでちょっとついてきてもらえますか。どうぞ。はい、こちらですね、こちらはですねロータス社本社からですね、出てます、出生証明といって、実際ロータス乗ってるオーナーさんがですねお申し込みをしますと、まあ、いつどんなところでね自分の車が作られたかとか、まあ、そういったねそのエリーゼエキシージの出生にまつわる、データがですねこちらの紙で出てまいります。でプラスですね、なんとこちら記念品としてですねいろんなねロータスのグッズが、送られてきますので、もうちょっと有料なんですけれども、あのウィングオートからもですねこちらお申し込みができますので、ぜひ乗ってる方で興味があればぜひ私水野まで何なりと連絡ください。はい、そしてもう一つご紹介したいんですけれども、先日ね送られてきた、これからねリリースされる新しい車種ロータスエミーラのですねカラーサンプルが来ましたので、ぜひねこちらも紹介して皆さん見に来てほしいなと思います。まずはねこちらボディカラーですね、6色のね、カラーサンプル実際にね店頭でご覧いただけますので、こちらも見に来てほしいなと思います。そしてその下の段ははいこちらね内装のね、シートとかのですねカラーサンプルになってます。そしてもう1種類ですねレザーだけじゃなくて、エミーラはですね、アルカンタラの設定があります。こちらアルカンタラのね各ステッチのカラーとかもですね実際に見ていただけますので、まあ、こういったね、カラーサンプル見ながらロータスエミーラ興味がある方はですねぜひ詳しくご案内します。で僕たちですねエミーラのですねオーダーしている車がまだ V6 モデルにマニュアル入ってくる車がありますので、ぜひ興味がある方は、お話しください。はい、ということでロータス XCG スポーツ390ファイナルエディションいかがでしたでしょうか。もう本当ねこれがもうラスト1台です。もう中古車相場もグッと上がってますので、もう本当ね新車の XCG を手にする最後のチャンスになりますので、ぜひ興味がある方は、見に来てください。そして当社ではエキシースポーツ350の試乗車もご用意してますので、まあ、一度ね350の走りをね体験してもらって、それから390をですね一度検討いただけたらいいかなと思います。はい、じゃあ皆さん気軽に来てくださいね。またね。